バレットガールズファンタジア。ミッションを開始しましょう。ミッションを開始しましょう。どの章から始めるのかしら。難易度をノーマルに切り替えたわ。任務成功のため攻略の情報は要チェックね。メリーニャの村で新たなキャンプ生活を送ることになったんだけど、せっかく修理したヘリがまた壊れてしまったのだ。運の悪いことに貴重な航空燃料もドラゴンの襲撃によって燃えてなくなってしまったので、修理しても飛ばせるかどうか。でも安心するのだ。兵器愛に満ち溢れたアキネーの次ぐらいに私も熱いのだ。たとえ飛べなくったって直すんだぞい。ついでに再びドラゴンにキャンプを襲われないよう、村全体にありったけの除菌剤や防臭スプレーをばらまいたのだ。匂いを消すつもりがものすごくいい香りが充満してるぞい。メリーニャはくしゃみが止まらず涙目で、これならドラゴンも逃げ出すかもと言っていたのだ。ドラゴンと同調したハルジナが言うには、ドラゴンは卵を探しているらしい。もう卵ではないが、このチビをおとりにしてドラゴンを罠に誘い込んだらと冗談で言ったら、アヤッチやユリナにこんな可愛い子をおとりになってと散々怒られたのだ。あともう一つ進展があったのだ。サリアが記憶の一部を思い出したそうで、今からその報告が行われるところなのだ。私が魔導書だったのです。え、サリアちゃんが魔導書？ページとかどうやってめくるんですか？あやちゃん、それはちょっと違うと思うんですけど。魔導書の知識を全て受け継いだという解釈でいいか？あ、言葉足らずですみません。ミナディさんの言う通り、私は魔導書に書かれたこと、すべての知識を記憶しています。私の名はサリア・ピオレット。オルタニア王国所属の首席魔法使いでした。先代の首席魔法使いから儀式の門を扱う方法を引き継ぎ、異界の門の封印を解いたらしいのです。まだ完全には思い出していないようね。すみません、おっしゃる通りです。なぜ封印を解く必要があったのか、その理由はまだ思い出せません。サリア、私の父上があなたに命じたのですか？異界の門を開けと。シルビアさん、今の私にはわかりません。そうですか、残念です。ふにゃ、それじゃあ異界の門を使ってサキたちを元の世界に戻すことって可能なのかな？おそらく異界の門は操れると思いますが、ただまだ記憶が曖昧なので、門を調べてからでないと。
儀式の山の山頂付近に異界の門があるのだったな。そこにはドラゴンがいることを忘れないでくれ。元の世界に帰るには異界の門が必要だけど、ドラゴンが邪魔で、ドラゴンを退治するには戦力不足で元の世界に帰らないと。ちょっと落ち着いた方がいいですね。休憩にしましょう。さて、今後どうするかなんだけど、率直に言わせてもらえば、今の状態じゃドラゴンは倒せない。一番確実なのは三崎森学園に戻って援軍を連れてくることですね。我々の物資も心もとなくなってきましたから。そうね、門からドラゴンを引き離して三崎森学園に。ただミドガルドに再び戻ってこられるかは。シルビア、彼女たちには彼女たちの人生があります。私たちの戦いにはこれ以上巻き込めません。ええ、彼女たちはこの世界に飛ばされてきた異世界のもの。この世界の問題は私たちの手で解決せねば。これからは厳しい戦いになりますが、私のこの剣でドラゴンを見事に打ち倒してみせましょう。期待しています。私も及ばずながら姫騎士様に力添えいたします。このトンネルから姉貴の匂いがするのだな、ケットシー。ちょっと待つみゃ。ラドリア姉の匂いがこのトンネルの奥からするけど、どこに繋がっているのかわからないみゃ。それだけで十分だ。この先に姉貴がいるなら私は行く。直に本人に聞かなければ。そこを通してくれ。ファレンさん、ちょっと待ってください。みんなに相談しないと。悠長に議論している時間はないんだ。それにこれは私の問題だ。ファレンさんが行くというのなら放っておけません。私も一緒に行きます。ユリナ、おせっかいが過ぎるぞ。そういう性分なんです。仕方ないじゃないですか。メリーナちゃん、みんなに伝言お願いしますね。まったく、勝手にしろ。どうなっても知らんからな。はい、大丈夫です。サポートは任せてください。夕飯の支度の時間までには戻りたいですね。誰の装備を任務内容に合わせて選択しましょう。弾を相談数が待て、女子力だと？そんなもの私には必要ない。選ばれたからには全力で頑張ります。この任務を早く終わらせて料理の準備を頑張ります。時間がないぞ、急げ。10人の冒険者よ、集い。
歌え。その言葉は時空を漂う。カレンさんってよくそうやって歌ってますけど、何の歌なのですか？これはダークエルフに伝わる子守歌だ。母がよく歌っていたから覚えていてな。やっ、カレンさん、危ない！私のことは気にしなくて大丈夫です。私を守ろうとするのは任務だからだろう。監視対象に死なれたら困るものな。やりました。進めるようになったみたいだ。きっと近くにいるに違いない。早く見つけ出さないと。言いました。これ以上少人数で進むのは危険です。引き返しましょう。帰りたければ帰ればいい。南、バレンが立ち去ったとでも言え。待ってください。疑っているわけではありません。それに私は単にファレンさんが心配で。やっ、なんとかするしかないな。かつて自分の意志を押し殺した時もあります。ですが今は心から仲間を守りたいんです。言いました。余計な真似を。進めるようになったみたいだ。オークの地下墓地につながっているのか。ついてくる気か。足手まといは必要ないぞ。レンジャー部員を侮らないでください。このくらい余裕ですから。何かあってもかばいきれんぞ。意外と優しいんですね。状況を考えろ。嘘だろ。やめろ。見るな。衣装が破損しました。こんなこともあろうかと。あとはよろしくお願いします。
先に進めるようになったみたいだ。負けません。ごめんなさい。こんなこともあろうかと。あとはよろしくお願いします。もういいだろう。帰るんだ。これ以上お荷物を抱える気はない。何を言っているのですか。バディなのですから、ずっと一緒です。やった。進めるようになったみたいだ。状況をわきまえてほしいんですけど。状況をわきまえて完璧です。久しぶりに本気を出しちゃいました。最高ランクですよ。一緒にお祝いさせてください。レベルアップです。らしくやったようね。とってもいいわ。一般的なデザインね。3年 A 所持リストにあるものは換金しておいたわ。だからどこにも行きません。ファレンさんのことも守ります。私は最悪の象徴と忌み嫌われてきた存在。仲間がいるお前たちに。私はかつて岬森学園に送り込まれたスパイでした。みんなに対して自分は心を閉ざしていました。だからわかります。それがどうした。私の孤独を理解したとでも言いたいのか。みんなが私を受け入れてくれた時に気づきました。本心で向き合わなかった自分のせいだって。だからファレンさんも周りを見てほしいです。あなたにはたくさんの仲間がいるのだから。私と関わっても不幸になるだけだぞ。お前たちに受け入れられる資格はない。ずいぶん古い壁画ですね。オークが作ったトンネルと言っていましたが、
オークたちが描いたものなのだろう。大きな戦のようだな。いろんな種族が武器を手にしている。あれ、この耳の長い人ってファレンさんみたいですね。手に持っている武器とか同じですし。ダークエルフだな。この武器は我が種族で一番ポピュラーなものだ。昔の戦に参加していたんだろうか。今気がついたんですけど、この辺りにはラドリアさんが異形と戦った痕跡がありませんね。姉貴はこんな奥まで来なかったのか。しまった、勘違いだ。ラドリアさんはこのトンネルの先に進んだのではなく、このトンネルを通って私たちのキャンプに戻るぞ。ユリナ、目的はわからないが、姉貴が村に入り込んでいる。さて、井戸から十分な水も汲み終わったし、準備完了。これからリフレッシュタイムに突入だよ。シャワーシャワー、おちびちゃんも一緒に入ろっか。ゆいお、あれ、更衣室の中に誰かいるんですか。あれ、ファレンさん、今日は印象が違いますね。あ、なんかまつげのノリがいいですね。持ってます？いや、特に何も。そうかな。あ、顔色が悪いみたいですが、大丈夫ですか？いや、大丈夫だ。アキさん、レミさんお手製の簡易シャワーに水を汲み終えたんですけど、一緒にどうですか？あ、うん、いや、水浴びは遠慮しておおく。ん？お、おく？み、水浴びは遠慮しておこう。準備を手伝ったわけでもないしな。そうですか？別にそんなことは気にしなくても。ところで、なんで更衣室なんかにいたんですか？更衣室？ああ、ちょっと着衣の乱れが気になってな。いつもラフな格好をして服装はあんまり気にしてないかと思ってました。すいません、つい。妹よ、衣服の乱れは意識の乱れと昔からあれほど注意していたというのに。私だってこれでも女だし、服装に気を使いたくなる時もあるのさ。ゆい？もしかして青龍の妖精か？さっき卵の殻があったが、卵から生まれたのがこのドラゴンの妖精か？あれ、レミさんから話聞いてないですか？おちびちゃん、あの卵から生まれたんですよ。で、ファレンさん、やっぱり顔色悪いですよ。いや、すまん。水浴びをするんだったな。邪魔をしたな。では、私は失礼する。はーい。あや、今からシャワー使うの？それじゃあ、チビのお世話は私に任せてちょうだい。なになに？私もチビと一緒に遊びたい！おチビちゃんと一緒にシャワーを浴びようと思ったんですけど、まあいっか。キュイキュイ！
いいシャワーだったよ。お水しか出ないのが難点だけど、とってもすっきりした。月代さん、サキさん、いないのかな。おちびちゃんを洗いたいんだけどな。あ、みなぎさん、舞部長、おちびちゃんを見ませんでしたか。月代さんたちと遊んでると思うんですけど。うん、見なかったけど。みなぎは知ってる？いえ、私も見ていませんが。村の近くで遊んでいるのでは。そうですか。ちょっと探してみますね。出撃する任務情報よ。必ず目を通して。